いてお悩みが来てます。あれ何だろうね、今日の収録全然怖くないよね。不安に思うことないけどね。え、何何、え、身長差がありすぎて私の顔が画面に映るかどうか心配です。だってそんな大きい人来る、逆に言ったらうちらのことチビって言ってるようなもんだよ。確かに煽ってんね。煽られてる、これ口頭の煽りだった。おい、あ、真剣に心配したのに。おい、誰だよ、ゲスト来いよ。ちょっと顔拝めるかな。こんにちは。二次三次所属バーチャルライバーみんなのお姉さん白雪ともえです。好きなことは SM と、ゆりと女の子です。いや別にそこまで聞いてないけど。そう、ここまでしない。ゲストは白雪ともえくん、三乙女とは不釣り合いなあでやかなお姉さま。お子ちゃまのおもりをよろしく。じゃあそろそろさ、うちらの中からさ、あ、セクシー担当、違う、MC だって。今日のセクシー担当今日のセクシー担当、今日のセクシー担当、あきれたい、あきれたいゲストにさ、選んでもらおうよ。うん、うん、一番セクシーの人が選ばれるってことか。一番セクシーなんだ。え、MC はでももちろんみんなやりたいんだよね。ああ、嘘でしょ。嘘、大丈夫ですか、スタッフさん。嘘、やりたいよね。やりたい。え、じゃあ どれぐらいやりたいか見せてもらっていい？やりたい。全然やりたくなさそう。あ、じゃあそんな感じなんだ、MC。じゃあおみょん、あ、MC めっちゃやりたい。何？え、何？その動き何？ほんまだよね。もう一回？いや、もう一回とかじゃなくて、その動きについて何か言ってんだけど。需要ない。需要ない、需要ない、やめて。画面の下に悲鳴、悲鳴だよ。ちょっと後ずさられた。MC やりたいな。なんか一応やる気ないんだけど。あ、じゃあ今日の MC 決めました。はい。よるみさんで。なんでだよ、なんでだよ。おめでとう、おめでとう。待って待って待って、よるみの MC 見たかった。待って、ちょっと理由聞いていい？ちょっと、え、一番やりたくなさそうだったから。嘘でしょ。決めてた。え、決めてた。いつまる気もなかったもん。一応頑張ってた。あんなにアピールしたのに。よかった。くそー、見たけど。ちょっとね、頑張る気もないぐらいの。ゲームゲーム、我らミニゲームスタンジューシー。はい、イエーイ。ゲーム番組のレギュラーたるもの、誰にも負けないゲームが欲しいってことで、ライバルが少なそうなミニゲームを猛練習して二次三次一のプレイヤーを目指すコーナーです。シーズン2で挑戦するゲームはエブリバディワンツースイッチのヒップレスリングです。目指せ二次三次一のヒップアタッカー。ルールはゲストの白雪くんが3連勝すれば勝利、レギュラーは誰か1人でも勝つことができれば勝利です。って三重士って3人がかりって意味なの？ずるすぎないか？ということで、まずは白雪くん VS 松海くん、吹き飛ばしちゃえ白雪くん。なんかくねくねしてた。負けろ、負けろ、早く。わからなかった。負けた。もう強い。もーちゃん、やっぱおケツの大きさが違うんですよ。本当に。ラウンド2。まだあるよ、まだあるよ、あるよ。そんなやんの？余裕持ってると負けるよ。あれ、タコ。なんかね、やり方がまだよく分かってないんだ。ファイナルラウンド、ファイナルラウンド。さあ、勝って負けた文句なしよ。あ、いいジャンプ、いいジャンプ。あ、やばいよ、やばい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 。これ楽しい。先制取ったよ、最後やられちゃったけど、途中。松海くん、意外と健闘してましたね。続いてはよるみくんの登場です。激しい、激しい、激しい。
いやそうなんだよ、2戦目から超上手くなってんだよな。これなんかだんだん上手くなってる。吹き飛んでった。まずいな。うちで仕留めるとあかんかったか。いいよ。うまいうまい。いいよ。いいよ。1本も取れてないです。ペラッペラよ。あ、そっか、3本選手だから。ちょっと、あ、泣いちゃった。おととい来やがれ。これが お姉さんのケツよ。もしや初回にして二次三次最強のお尻に喧嘩売っちゃったんじゃないんですか。さあ三乙女最後の砦は天宮くん。正直期待してないので派手に吹き飛ばされる姿見せて。エディー、あれ相撲じゃないよ。あや、誰だ、そう、あ、やばい、負けた。そりゃうまい、打たれたら隙がないぞ。これでいい、攻略見つかったな。おぎゃおぎゃおぎゃ、ケツ丸出しよりいいぞ。これどっちが先にやるかによって変わる。あなたこそ真のお尻上でございます。じゃあこれ私たちプロでいい。いいよ、まあ、このゲームに勝てるミニ三次ライバー募集中です。以上ミニゲーム三次でした。ありがとうゲーム。じゃあ最後にね、ともえさんから私たち3人に称号を授けていただきたいと思います。そうだな、でも今日は本当によく頑張ったと思うし、女王の私から見てもね、本当に文句のない立派な働きぶりだったので、褒められちゃった。ゆきちゃんに褒められると格別です。ゲームクイーンで、そうですか、そんなビッグネーム。ちょっとまだクイーンは早かったかしら。一番似合わねえ女が一番気取ってますクイーンか、呼ぶ坂ではないです。すっごい浮かれてる。めっちゃ嬉しい情報ありがとうございます。気に入ってもらえてよかったです。じゃあ最後にいつもの挨拶で終わりますか。はい、それではゲーム